横浜の未来を用意するために特別市の法制化へ、今こそ進化を選ぼう。私たちを縛る古い枠組みを取り払い、もっとスリム、スマート、スピーディーな姿に、横浜の魅力をさらに高め、日本全体に活力を巡らす。それが特別市がもたらす未来。しかし、その選択肢はまだ用意されていない。だから作る未来への選択肢を。明日を開く都市であり続けるために、横浜市は特別市の早期法制化を目指します。横浜市が早期法制化を目指す新たな大都市制度、特別市。なぜ特別市の法制化が必要なのでしょう。現在、横浜市は70年前に暫定的な措置として導入された不十分な制度、政令指定都市制度により様々な制約を受けています。例えば、市民サービスやまちづくりなど様々な分野で市と県が同じような仕事を行ったり、国との調整や手続きの間に県が入る仕組みにより非効率な二重行政が生じています。仕事量に見合った税源も措置されていません。この古い枠組みを取り払い、もっとスリム、スマート、スピーディーな姿に進化する。それが市で完結する新たな大都市制度、特別市です。市と県の二重行政が解消し、より効率的な行政運営が実現します。市民ニーズに合ったきめ細かなサービス提供も可能となり、さらに暮らしやすく活力あふれる街になります。大都市が周辺自治体と連携することで、県域の活性化や課題解決が図りやすくなります。県も他の市町村の支援に注力でき、県全体の行政サービスも向上します。そして、大都市の持つ能力を一層発揮することで、日本全体の発展にも貢献し、活力ある大都市が増えることで、多極分散型社会が実現されます。しかし、この選択肢、特別市の法制度はまだありません。特別市の実現にはまず法制化が必要です。市民の皆様と一緒に法制化に向けた機運を盛り上げていくことが大きな後押しになります。明日を開く都市であり続けるために、横浜市は特別市の早期法制化を目指します。